というので、さらにこれをですね、でもこれを追跡権なかったりするんですよね。そのあたりのことを考慮すると、あ、こんなのがあるんですよっていうので、配達時間帯指定郵便っていうのがあるんですよね。これはね、どういうことかっていうとね、配達日と時間帯も指定できるんです。これは、速達はとにかく早く届けるのに対して、あくまで、あ、もちろん再選便もできますよ。一番早くに届けてくださいねって言ったら、何日の何、午前中に届きますよってね。明日の午前中に届きますよ。じゃあ明日の午前中でって丸を振ったら、はい、あなたの郵便は必ず、翌日の午前中に届けさせていただきますというね。必ず届けさせていただきますというサービスなんですね。あ、もちろん速達もあくまでも必ず、再選便でお届けします。ですからね。で、配達時間帯指定郵便の場合は、配達日と時間帯も指定できますので、で、もちろんこれは再選便の設定で、もできますから、早く届けるということもできますね。で、これはです、それにプラス追跡機能がついてくる。ですので、使う場合としたら、速達と同じように早く届けさせてもらって、プラス50円で追跡機能もついてくると。そう考えてみると、悪くないサービスかもしれませんよね。で、まあ、履歴書でこれを使う人ってね、私もね、見たことないですよね。ですから、まあ、こんな郵便あるんやってね、あんまりこれが届くね、ところというのも少ないかもしれません。まあ、ね、届くところはよく届きます。毎日のように届くところなら届きますし、届かんところには全然届かない郵便でもあります。それが時間帯指定郵便ですからね。まあ、ビジネス関係とかでかいところとかやるとね、毎日届くよっていうところもあるかもしれません。で、届くところは大体そうなんですよ、これ。いうのがあるのであれですけど、まあでもこれも保証はないですよね。あくまでも、その時間に、この保証の方ですね、はないですよ。あくまでも、証しの方の保証ね、早く届きますよって保証はしてるんですけど、実は、それより損害賠償とかの保証はない、っていうのはありますよっていうのは頭に入れてください。あと、しかしですね、そうなってくるとですね、普通を切ってくるんですよ。460円とかね。この値段で追跡もついとってね、そういうふうに早く届けてくれるサービスはね、なんかあったよな、ということでですね、